Thank you.
Oh!
Oh!
入ってますか入ってますか入ってません。ちょっと入ってますね。こんばんは、こんばんは。はい、コール&レスポンスバッチリということで、本日、2019年の11月1日、早いものでもう今年も11月、残るところあと2ヶ月ということでね、本日第140回の式の細道を行いたいと思います。なお、最近参加費はクレジットは集めておりません。ご自分でプレイなさるときに、自分でクレジット入れて、乱入してくださいという方式に変えました。ルール変わってますのでよろしくお願いします。あと本日、式の細道形式でやるんですが、決勝進出を1位、2位、3位と3位まで3人決めたいと思います。本日決勝進出は3人、順位ごとに1位、2位、3と3人で、決勝進出ということにしたいと思います。で、ルール後々説明しません。まあ日本シリーズみたいな、野球のね、プロ野球の日本シリーズみたいな感じで、クライマックスシリーズみたいな感じで、さあ始まりました。第1試合、ワンピー側、ヒロポンさん、ベガ、ツーピー側、クレジンさんのダルシムということで、これはベガもベガで対空もないけど、ダルシムもダルシムでこれといった対空もない。あ、そうか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 、あれがありますよね、いろいろあります。伸ばしたり伸ばさなかったり、チョップしたりチョップしなかったりが。そしてドリルで突っ込んでいく。最後はフィニッシュはインフェルノが見えた。これはでもピオリやすいのはどっちなんだろうな。ダルシムの方がピオリやすいのかな。なんかすごい打撃戦になってますがっていうところ、全くヨガファイヤー打ってないですからね。すごい打撃戦になってます。必要かどうかすらは分かんないですけど、ヨガファイヤーが。フレイムの方が必要なんじゃないかな。さあ、2ミサイルで飛んでいく。おっ、ヨガファイヤーをインフェルノ。さあ、きっちり最高ガードした後追っかけたがバカになった。さあ、ドリルで、これは目が厳しいが投げる。着地点がちょっと後ろに回ってしまった。さあ、ヒロボンさんの目が勝利で、続いてカーシムさんですね。カワシムザンギ、50円自分で入れていただいてって形ですね。皆さん両替事前にお願いいたしますみたいな。はい、カワシムさんのザンギ、これはベガがどう立ち回れるかが見どころ。そうですね、バックジャンプ有効なんですよね、意外とね。さあ、揉んでいって安全重ね。あーっと、スライディングがガードされてしまう。これはスクリュー角。さあ、カニにジャックパンチ、噛み合っていくが、そう、ベガはこのね、長い足でカニで画面を押していける。さあ、カニ、さあ、ダブニ、さあ、おっと、埋めていった、またスラを埋めていった。ゲージあるのか、なるほど、ちょっと近かった。最後はローから今日引くと。おっ、来た来たぞ。さあ、カシムザンギ勝利で入っていくのがセロテープ。ホンダ、沖ホンダ、再び沖ホンダ、
さあこの組み合わせ、圧倒的アドバンテージはホンダ側だが、恐ろしく百列を止めないワニ系スタイルって言われるやつですよね。いやー恐ろしい、全く容赦しない。まあでもね、ザンギも一度触ったらなくもない組み合わせですからね、これ。おっと、安全傘の投げいった、2回飛んだ、これはやばいぞ。牽制で強パン振っちゃうとちょっと飛ばれた時頭突きが、あっと百列が抜いてる、なんか先週ぐらいのリベンジな気がするが、続いて哲さん、哲さん決めてもらった1キャラ目お願いします。2キャラ決めてもらった、あれあれしましたよね、告知しましたよ。さあチュンリー、哲さんチュンリー、哲さんねチュンリーうまいっすよ、うわ刺していく。さあこっから、こっから見せどころ、うまいこと距離を取れた、お行ったか、あー飛んでいった、なるほど、ああなるわけですね。100巻でもああなってしまう。さあ前飛ぶとこうなってしまうぞ。おっと刺さった、減った、2ラウンド目なのでだいぶ減った。今鬼武装より減りましたよね多分。いやいや仕込みましょう仕込みましょう、あースピバーになってしまった。やばい、鬼武装があるが中足隠る、いやいや投げていく、このキャラ汚い。さあ続いてハックン、ハクさん50円自分で入れてください、すいません。いやあっという間でしたねやっぱね、決めるときはあっという間。さあアクさんがワンピー側、おっラーメン野郎来ました。さあアクさんが入っていくのはフェロン、これはチュンディキラーだぞ。いやいやいや圧倒的相性は悪いぞ。おっと百列でカウンターを食らってしまった、後ろから投げていく、さあきっちり繋がってる、さあ上から行ってしまった、投げる、これね、まあ、フェロン使いの人はね結構チュンリー嫌だって言うんですけど、逆もまたチュンリー使いの人もフェロン嫌だって言いますけどね。これあっつまに食らってしまうと溶けてしまう。さあ画面端危ない、あー劣化真剣光っている。さあハクさんのフェロン勝利で入っていくのがエクスパーさん、そうね、胸ガエルイズデッドって言ってましたけどね、まだ生きているぞ。さあ厚みが入っていくのがエスパーさんの竜、これを抑えることができるか、アクフェイロンは
さあ真空削っていく、使っていく。うわー、仕込み劣化剣に反応してしまう。うわ、この流れあれっすね、バックジャンプに対して劣化決めていく。この流れキャミーでも同じくの動きを見てます何回か。あっと昇竜も劣化神剣、昇竜をも貫通。さあエクスパーさんどうする。ファイヤー、ファイヤーと。さあこれからどうする。真空が溜まって即使い。さあ、おっと例のコンボだがガードしている。うわーっと惜しい。投げる。さあちょっとエクスパーさん決めてかけてるぞ。さあタッチパンチ。さあハクフェイロン勝利。さあ今日は、あ、こんばんは、セロリテープです。まだ2連勝した人がいませんね。ハクさんがやっと今2勝して単独1位ですね。他は横並び1勝。さあほぼ山本さんの X 流。さあエクスパーの動きを見て何か得るところはあったのか。昇竜拳めくり支援で切る。竜巻で暴れて支援、近づいて劣化神拳。さあ支援の当て感が素晴らしい感じですね。コマンド難しいと思うんですが、この辺はキャミーが生きているのか。最大入って、さあ竜巻至近でパナシタが支援で勝っていく。さあ体力はさして変わらない感じ。さあ高めを勝利きっちり勝ってめくりから中中の下段が当たって小林桃本さんが1本取り返す。ダイゴス投げ、出し近づいてファイヤー。さあこの距離はきついか、強気に打っていく。さあ上が出なかったが、さあ劣化が入って横並び、真剣の後ろから竜巻。さあしばらい埋めていって、一発圏内、真空削りで使っていく。最後引き付け支援出る。さあ、You Yourself Please Yourself ということで、ハク DIY ね、なんだっけ、 Do it yourself、 Do yourself だ、 Do yourself DIY。 さあというわけで、ハクフェロン連勝中で、入っていくのがウネバイソン。あ、 S だなこれ。さあ体力半分溶かされた。さあニョイボーニョキッとニョキッと、着地地点にダッシュストレート。お、芋掘り的なやつが結構あーっと切っていく。きっちり終わりに重ねたつもりだがちょっと遅かった。
この2人やってますね。さあ起き上がり重ねられた。さあ続いて、2周目ってことですよね。はい、2周目入ります。クレジンさんお願いします。これあれですよね、ルール的には普段通り2周やる感じでいいんですよね。はい、その中で1位から3位まで決めますと。さあクレジンさん入っていくのがダルシム。ダルシム2回目のダルシム。さあお、チョップで落としていく。スラスト2回。これはちょっとフェイロンもやらしいぞ。さすがにフェイロンもスラストだけで、まあ、スラストガード以外どうにもなんないですからね。スラストに劣化剣とか引っかかんないですよね多分ね。あ、レッカじゃない、支援客か。おお、しっかりインフェルノも見てから飛んだ。そしてレッカ神経で削っていく。おっと引っかかってしまったが、ガードピオリ回避。熾烈な下段の戦い。おっとヨガそこで出すのかみたいな。さあクレジンダルシム勝利。さあヒロボンさんかな。1周目もヒロボンさんと当たってますね。クレジンさん、さあバイソン、ヒロポンさんはバイソン、メインキャラバイソン。ヒロポンさんメインバイソンなんすかね。そういえばまあバイソンか、一番使ってるの多いのバイソンか。インフェルノ対空、まさかのあれはやらしいぞ。さあではチョップ。お、対空がかなり、ファイヤーモードからの対空がかなり、うわった減った。しゃがみ強キックだと思われるが一撃で死んだ。さあヨガファイヤーでファイヤーモード、ファイヤーモードからの対空がかなり安定してるぞ。クレジンさん意外といろいろやっている。しかし相打ちを繰り返すと体力負けしていく。さあ残った、危ういところで残った。体力は0ポイントか、いや100ポイントあった。さあカーシムさん小銭がない、使っちゃった。なるほどなるほどなるほど、全く小銭がないということだね。2キャラ目は剣、2キャラ目剣どうしたどうした、エクスパーコンボできた、コンボできた。一人トレモモードに入っていたエクスパーさんが何のコンボをやったか見てなかった。さあカーシムさんは剣、なるほど。クレジンさんのダルシムにカーシムさんの剣が入っていく。ちょっと面白い組み合わせ。TBS まくりだが伸ばす、伸ばしていく。さあおはや、おはや。さあ竜巻で抜けていって、ここからの処理がどうするか。
あーっとめくってる。なんだ今の怪しいキックが入って、おっ連キャンできる。ヒット確認、1回でした。ここは1回っぽかった。なるほど、見てなかった。おおえ今竜巻がなんで当たるんだ。遅かったのか、フレームが遅いのか。なるほど。いやードリル、ドリルに対して勝利権。おまたしてもここで読み勝ち、読み勝ち男が心の中でそうですね、川島さん、クレジンさん応援していた。いやーさあきっちり、意外と負ける、あれ読み勝ちなのに負ける。置きセロテープ、置きセロテープは、あでも剣あれですよね、波動の跡が早いから竜と違ってダブラリで抜けてもそんな美味しくないんですね、これ確か。かなり頑張ってますけどね、もうね、カーシム剣がだいぶ頑張ってる。きた、はじ自分で言ったはじきバニシング、いやーいやー、大昇龍根元当たってなかったっすね今ね、はい、危なかった今。投げる、やばいぞ、なんとかかろうじて1ラウンド目は取ったが、セロテープぴよっているが、さあどうする、昇竜拳出るよね、レッパで削っていく。そうですね、あんとびないですからね、剣にはね。うわぴよった、やばい、一気に持ってかれてるぞ。さあ大橋払い、さあ川島健が勝利で、哲さんですね、続いて哲さんのあれだ、あのキャラだ、多分あのキャラだ。さあ哲さんの暫定ハクフィロン4勝、クレジンダルシム2勝と。さあテスさんはバルログ、やっぱりこの黄色いバルログですね。お勝利ねじ込んでいった、できる、膝いった、早いぞ早いぞ今の膝、なるほど、ネクストエクスパー、ネクスト。さあ、うわっと、そうなんですよね、票重ねもできないんですよ、剣には。さあ、ネクストプレイヤー、川島剣勝利で、ネクストプレイヤー、エクスパーさん、強さもやりましたよ、やられましたよ、やってやられました。さあ、エクスパーさん、龍。この川島剣意外と嫌だぞ、おっと昇竜拳入れ込みだ、エクスパーさん、そうなんですよね、しゃがみ台足体育結構使うんで、アッパー体育かしゃがみ足体育かっていうね。さあゲージは大きく、さあもう一歩、簡単に出さない、ああ真空出してる、
結構あれですね、エクスパーさんにしてはシンク温存しましたね。最後の決め技に使うと。さあしかし2ラウンド目はこれ竜としては昇竜耐久でないとちょっと厳しいですね。確かに剣に対して投げる、おっと対空、昇竜が出ていなかった。さあエクスパーさんの竜が勝利。はい、こんばんは、川島でございます。さあエクスパー竜、さあ次はほぼ山本さんですね。さあ2キャラ目は何でしたっけ。さあ2キャラ目黄色チュンリー。さあ竜チュンリーいいカードですよこれ。さあほぼチュンリー、さあエクスパー対ほぼチュンリーほぼチュンリーですね。さあ飛行剣、飛行剣、さあ飛行剣100列、飛行剣100列。さあもう溜まっちゃうよ、溜まったよ。さあ飛んで投げる、さあ受け身がない。さあ中限で、さあこの距離が嫌な距離ですね。さあ垂直大剣に対して竜巻、さあエクスパーも溜まった模様。さあエクスパームーブが炸裂、さあ竜巻、竜巻、これがエクスパー。さあ飛びは大パンで落として、さあめくり真空打たない。さあエクスパー硬い立ち回りですね。さあ硬いけどなんか雑な動きも混じってますけどさあ真空、これは抜けれる。さあ100戦列スカッて、さあしっかり大パンで対空。さあ昇竜が不安なところは大パン対空ですね。さあキャラによってはあの裏切るような、飛び込みの技もあるんですけど、まあほぼ相打ち取れればいいかなと、ほぼですね。さあ2ラウンド目は、さあまだ体力は、さあ波動踏んづけて竜巻。さああれはエクスパーオリジナルですね、あのムーブは。置き攻めに、竜巻で通過上空を通過していくさあ間合いは今チュンリーの間合いですねこれね。さあ中昇竜だった。さああの竜巻、さあこれは食らってしまう。投げる、竜巻投げた。さあ竜巻何回打ったんだろう20回ぐらい打ってんじゃないの竜巻さあ荒らされた山本さん、やられてしまいましたねさあ次うねくん。さあうねくんはさっきバイソンだったような気がしましたが、さあ2キャラ目は、2キャラ目もバイソン、2キャラ目もバイソン。さあバイソンに大変にバイソンにくら替えかこの人最近ねバイソン結構触ってる数多いですね、ウレ君ね、まあ、おかげで結構レベル上がってきてると思いますけど、このキャラの良さを知ってしまった感じですね。あとはあれですね、ごちゃった時のなんか対処を覚えればなるほど、かなり強くなりますよバイソンが。攻めはね、元々強いキャラなんで、投げキャラに厳しいですもんね。そうですね。さあシンク、あ、エクスパーもう立っている。席を立ってガッツポーズ当たる前に立っていたぞエクスパーさん。雄たけびを上げる、やばいぞこれさすがにバイソンに勝つと嬉しいだろうエクスパーさんもね、しょうがないこれは。さあ裏回り、やっぱね四季のエクスパーさんはねかなり強いっすよ、生き生きしてますね。なんでか知らないけど、またやってる、またやってしまったこれまたやってるわ。ちょっと出すのが早いんですね、マジで。あうわ、いや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 、まさかのエクスパーさんバイソン勝利。あれちゃんと待ってから出せば多分振り向いてクレイジーになると思うんですけど。さあ今暫定はハクフェイロンが4勝、エクスパーリュウが3勝。さあハク君のキャミ、カワシムケンが3、トップ3は出揃いましたね。さあ
これ8回はね、多分もうちょっといくんじゃないですか。これ4勝ぐらいいけるんじゃないですかね。あれトップ3が出ちゃってるんで、あ、もうハックは2周目終わりか。2周目終わりです。あ、なるほど。エクスパーさんがここで止まっちゃったらおしまいです。やばいなこれ。投げる。俺の中でメインキャラはエクスパーさんだけだぞ。トップ3の中でエクスパー竜だけ。タミーのねジャンプ台形がね、はい、実は長いんですよね。あれ、ああのこれですね。今の今のはジャック系かな。あ、今のジャックですか。うん、台形だったら多分当たってますね。昇竜拳。あっと当たんない。見た目同じなのか。いやさすがハッキャミー、ポプッといかれて、ここで3勝で止まりですね。ストップ。あれ続きハクさん、そっか最後のプレイヤーか。うん、そうやっぱそうだよ。そうですね、失礼しました。ハックが行くでしょうね。ハクさん2周目ですねこれね。さあヒロポンさんが、ヒロポンさんがそういうことか、ハクさんが1勝で、そっかハクさんが5勝するまでかな。スペラルアロー、さあメイクーリー当たりづらいですね。さあキャノンスパイク、さあフーリーがうまいな。さあめくりから中キック、あっとゴチゴチ。これはでも、さあ嫌な間合いをバイソンがキック。これは削りかくだったように見えたが、入れたんじゃないですか。あっと逆リーチ。開幕スパイラルアロー、勇気のいるコード。さあコパコパ投げ、スライディング、あれなんていうんだよ、ね、名前が分かんない。仕切り直せるか。さあこれはスカル、まあ、昇竜キャノンスパイク。さあ続いてクレジンさん、ダルシムはねこれ難しいんですよ、キャミー戦ね。まあダルシムって強いキャラなんですけど、ホンダとキャミー、ブランカ、はい、この辺はね結構荒らされて結構取られるんですね。まあそもそもキャミーとは結構いい試合ができる組み合わせではあるんですけど、結構キャミー側のスキルがね、うん、高くないとダルシムを殺すまではいかないと。ダルシムを寄りやすいから、おっとすごいところでフリーガン使うんだぞ。大きい攻めですね。あそこを逃してしまうとまた面倒くさいファイヤーモードになってしまうから。さあここで、さあ我慢し、相打ち、相打ちに取っていく。ハック君かなり今我慢して最後相打ち取りましたね。昇竜、大きい攻め、フーリガン、これですね。あれとサピオリ、このめくりが見えづらい。安かった、許されたが、あの、かなりあ、さあの腐ったファイヤーはぶっ殺さないとダメですね、あれね。あの腐ったファイヤーダメですよね、目の前で。あれキャミーとしては前飛べないですもんね。飛べないですけど、今スパコンあるんで、あれは。あ、なるほど。余裕で、はい、準備してれば間に合います。さあセロテープ出すのか、どうしよっかなとか言って、そのが隣下に行くのがいかなかった。残儀の方がね面白いかもしれないですけど、残儀きついんでね。そうですね。だかといってこのカードはキャミーがかなりきつい。さあホンダ側は面白いのかな。あっと、おお勝利。あれこれやばいんじゃないの。ほらやられちゃうよ。ほら刺さる。運がいいだけ。さあ運がいいだけ。勝っていく。でも安かった、許された。さあボタンを適当にポンポンと押してる。あっとロスコイ下に刺さって、さあ昇竜で逃げる。あっと危ないよ。
相打ちでキャミ死んでる。ダブル KO だこれ。ダブル KO。 いや意外とキャミの垂直に刺していけますもん。なんだ今、ジャンパンチキャンセル。どうすっこい、なんだお前、何やったの今。カラキャンだったな。疲れましたね。さあ、超ヘルナーズ好き。ガード間に合った。さあ、コパンオープンブー振ってるだけ。さあ、刺されて。あ、大一丁。さあ、次は、上。もう一回上。あー、きついな。キャノン出なかった。キャノン出ても、あいつじゃない今。どっちだろう。どうすかね、今のだと出ないかもしれないですね、キャノン。あー、なるほど。なんかどっちか上に重なってると出ないですよね。なんだ今の通常投げ。さあ、めくり成功してフリガン。さあ、汚ねえぞ、あとスロンテープさんが吠えています。両者1-1、ダブル KO があったので4ラウンド目。ラルアローが刺さって、大きい攻めは張り手で暴れて拒否。さあ、スパイラルアローノーキャン、スパイラル刺していって、あっとガードした。これ落ちる。さあ、適当にドスコイ。さあ、適当に100貫、まさかの空中投げ。100貫を空中投げ。さあ、ハクンがこれで4勝かな。ハクさん1位。おはくん 5勝か。ハクさん4勝なんで、残り1勝はテッさん。あ、テッさんクレジット入れなくても、もう入れちゃいました。はい、さあ、バログ。イントネーションの違い、誰ですか。まあね、呼び方は自由ですからね。そうっすね。どっちにイントネーションを置くかですね。うわ、強い強詰め。剣はいないですね。ごめんなさい、そのテープさんがなんか言ってました。竜はいないですね。竜は竜だ。竜？あ、ガイルとガイルはいます。そうですね。ガイルも二刀流。ブランカと言います、ね。ベガとベガン、ベガはいねえ。ベガいますね。ベガ。あ、スライディング。スライディング、これはちょっとキャラ差だった。ハックを止めたのはテツさん。テツさん。で、さあ、上位3人は4人います。上位が。なるほど、ヘイロンかキャミーか。はいはい。じゃあ、川島健とエクスパリュー決勝ですね。エクスパさんの今日ファイナリストは3人。ファイナリストは3人。三崎。勝ったのにどっちでもいいよ。いやいや。三崎でやるんすかこれ。三崎。じゃあ準決勝三崎です。じゃんけんで勝った川島さんが 2P。剣。負けたエクスパさんが龍、ワンピー側、まあ、同率3勝同士なんですけど、ここで勝った人が1位のハクさんと。ハクさんはこの2位3位が決まってから決めれるキャラを。さあ、アッパー、竜巻にアッパー合わせてた。中達にアッパー。さあ、アドケン。
でいた。さあボールが空中ヒット。さあよく我慢した。シンク当てていく。2ラウンド最初で取ったのは3ポイントどうなのか分かんない試合だから。まあ、ワンポイントエクスパーさんが取っていった試合目。ファイヤーに引っかかる。飛びも通る。投げる。そしてシンク、やりたいようにやっている。これがエクスパースタイルだぞと。裏から昇竜2回目に引っかかる。そうあれね、大足振っちゃダメなんですよね。打つなら波動、こんな感じ。しかしそれも抜けれる。落とし、おっとロケッティア対空一文字を食らってから流れが変わってしまった。さあ投げる。さあ2試合目カシムケン。さあエクスパー流頑張ってもらいたいところ。やっぱエクスパーさんね、指揮だとかなり強く感じるんですよね。さあ波動、あっ体育波動。さあ膝アッパー勝利。おっと波動打ってしまった。もったいない。今のは中足は安かった。さあ得意の真空で投げる。さあ2ラウンド目。さあ画面端しっかりアッパーで起こしていって、レッパー打っている。マリオパンチ、おーっと安い。そして真空も抜けられた。さあまた画面端で仕切り直しでどうする。さあ竜巻で抜けた。さあ波動に飛んでいく。ラウンド目踏んでしまった。おっとカウンターで昇竜、中昇竜だったか今。おお投げ返す。今弱達から投げが見えてたんですが、逆に剣が投げ返しましたね。スタッパー真空削ってて、カズマキ、中足を振っていく。レッパー、さあマリオパンチ。2試合、3試合目はエクスパーさん。さあ残り1試合。川島剣の暴発があって裏からアッパー昇竜しっかり見ている。
剣の波動たまに消えますよね。ちょっと点滅してるのかな、ちょっと見えにくい時がある。投げる昇竜拳、さあ真空、今の中足から真空が結構今日何回か見てる。一文字、一文字長いぞ。踏んでいって膝、ここで膝か、おっと裏が後に行ってしまった。膝の後あの弱パン飛び木みたいなやつやらないですね川島さん。さあ昇竜拳真空削ってって、なんかは化けたんだな今の足は。おっ最後に立ってるのは川島さん。さあこれ4試合目ですね、最後ラストラストの5試合目は S か殺しましょう、ステージ変わっちゃうんで殺しましょう。大丈夫です、大丈夫です。私もよくやっちゃうんですよね、竜選んだ時はカチャカチャやってるといつの間にか S になっちゃう、びっくり。投げる、さあ気分を取る、気分を入れ替えまして改めまして最後の試合きっちりリオを選んでいく。さあ気合を入れ直してエクスパさんが、中間地牽制かよく使いますね。さあ膝垂直ジャンプ、さあ竜巻に引っかかる、空達に引っかかった。おっと逆に今度剣の空達にアッパー、空達追いかけてって膝、おっとまた膝に行ったように見えたが、竜巻空達また膝、これは早いぞ勝利喧嘩さね。さあ両者2ラウンドずつもつ、1ラウンドずつもつれたファイナルラウンド、まさにクライマックスシリーズ、このラウンド制した方が決勝進出、いい試合だ。波動アッパー真空削って、うわーっと飛んでいた。さあファイナリストはエクスパさんとハクさんなんですが、ハクさんはどっちを使うかを決まってる。ペロンエクスパさん連戦になっちゃうんですけど大丈夫ですか。さあリセットして仕切り直しで決勝はエクスパさんの3先ですよね。ハックンはもう1試合取ってると、決勝はエクスパさんの竜とハクさんのフェロン1抜けなんで、アドバンテージありますと。
さあエキスパーさん連勝で大丈夫かってところですが、アッパーが見えている、支援客が切っていく。さあここで1試合リーチ、ハクさんが1試合勝ったので実質2試合勝ちということで、ちょっとエクスパーさんと開いている差が、さあ最後になっちゃうのか。さあ開幕飛びが刺さって、うわっと中断、支援客あっつう間に体力が解けた。これは厳しいぞ、エクスパーさんのスタイルだとちょっと対空昇竜がないので厳しいのか。大足を振る姿がよく見える。いやー早い早い、おめでとうございます。ハクさんのフェロン勝利ということで、ちょっと一言もらいましょうか。おめでとうございます。ありがとうございます。フェロン結構あれですね、育ってきてますね。いやー色のおかげです。色のおかげ、なるほどまあちょっと最近練習してたんで、うまくいって結構嬉しいです。あのなんていうんですかね、やっぱ劣化の振り方が分かってきたかなっていうのと、劣化圏、はいはいはい、あとはフェロンってなんか攻めてるようで誘って差し返すようなキャラだなっていうのを、はいはいはい、相手のミスをね、まあはい、キャミン以上に結構大事だなっていうのを結構分かってきたところで、分かっちゃいました。もう楽しくやらせていただいてます。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません。というわけでハクさんでした。かなりね今腕を上げてます。びっくりしましたね、僕もここまでとは思わなかった。さあというわけで本日は優勝はハクさん。なぜおい、なぜにと、バックジャンパーノーということです。はい、懐かしい感じのやつですよね。さあ、の字屋で続けている感じですね。はい、というわけで本日の四季の細道は白山氏が、優勝ということで、時間もそうっすね、22時ちょい過ぎ、今そんなに今日は時間がかかってないぞ。ちょっとどうでしたか皆さん、ご視聴の方、ご視聴の方どうですかね皆さん、間延びした感じとかなかったですかね。ちょっと全体の時間はやっぱ今までよりはかかると思うんですけど、今日は人数が少なかったの。お、1ラウンド取った、エクスパーさんが1ラウンド取って雄たけび。今後どうすかね、定着させていく感じですかね、このお、じゃあ人数が少ないときはこれ使いましょうか、採用しましょうか、このクライマックス的なねルール使っていこうかと思います。どうですか大地さん、このルール。いいですね、いいですね、なるほど。じゃあちょっともうちょっとね考えつつ定着させるかどうかね。そうですね、はい、じゃあ一旦今日はマイクこんな感じです。山本でした、ありがとうございます。